おはようございます。やってまいりました、今日のワンコンティニュー。本日のゲームはこちらですけれどもこちらですけれども、大丈夫なんだっけな、わからないんですよね。一応まあ今この収録というか撮影というか始める前に YouTube を見てみたら、まあ普通に動画があったのでね、クリアまでやってますよ動画みたいなのがあったので、で別に危なそうでもなかったのに大丈夫なのかなと思うけど、これがどうだろう、大丈夫かどうかは分かりませんまあ今日の放送が放送じゃなくて今日の回が結番になったらそういうことだと思っておいてください。はい、というわけで、こういうパッケージ画面ですね。あんまりアップにするのはやめておきましょう。ちょっとなんなら小さくしましょうまあ大丈夫大丈夫っていうか、もうダメだった場合もこの時点でダメだと思うけどね。はい、というわけで、まあ今日のワンコンテニュー、一回、ゲームオーバーになるまでにどんな感じのゲームかっていうのを紹介したり体験したりとかいう感じでやっております。はい、よろしくお願いします。まあアクションゲームであろうことぐらいは知ってますけど、やったことはないです。っていうかミッキーマウス自体知りません、あまりあまりっていうか全然知りませんね、ミッキーとミニーがいてわかりませんやってみましょう。まあいろんなメーカーから出てますよね。ザ・ウォルト・ディズニー CEO プログラミング、ハドソンソフトね、ハドソンなんですね。あー、この感じね、まだ始まってないです。でもデモ画面です。キー。鍵を探してそこに来いってことね。あ、なんかでも、ダメージの感じとかはあれだね。ドラえもんの感じっぽいね。わ、敵が早いな。こっち攻撃手段ないの？もしかしてこれ。え？ステージギミックもあるらしい。何もらった？なんか、宝箱を取っ、あ、宝箱を取ったら弾を撃てるようになったっぽい。え？え？ライフみたいなのどっか書いてあったっけ。こいつは手強そうなゲームだぜ。というわけでやっていきましょう。もうやってすぐ逃げよう。トゥーリトルハウス。ミニー。どんな感じかな。とりあえず、あ、よかった。映画ジャンプだ。あ、B は何もできないね、やっぱり。キー。だからまず鍵を探せと。猫の、私が操作し、あれ？あれ？何今の？私が操作してるのはミッキーマウスの方で、ミニーマウスの方は多分それについてくる動きをする。通る！これが落ちてくるのさっき見たよ。いっちゃ！避けれねえじゃん。これ、だが弾を出せるようになった。敵を倒して何かがあるゲームではなさそう。クモ。トントン。当てづら。え、あ。この。たまにミニだけジャンプする状態って何なんだろう。動くまではこうダメージが当たらないみたいなこと。探索アクションみたいなこと？なんかあるでしょここ。お、イチャップ、あ、イチャップだ。やっぱりドラえもんの手と手の音と一緒に、テイ一緒の音でしたね。大丈夫？大丈夫か？あ、鍵。鍵を手に、あれ、なんか上のやつボスっぽいな。上のボスっぽいやつをなんかぶっ飛ばしたいな。まあ普通にというかちゃんとというか遊べるゲームっぽいね。どうだ、まあ、同級生がこのゲーム持ってたな、そういえば。
ドナルドダックじゃん。ちょっとスタートボタン、なんだろうね。今度ピロリーの音もドラえもんの音だね。きつい、弾幕がきつい。ここ鍵取った状態かな。リトルハウス、こっからスタートってことは、あでも弾撃ててるってことはあれか、相手も取った状態ってことと見ていいね。あ、しまった。あ、しまった。ちょっと待って。 T の弾が見えないっていうか、今カラスをまず先に倒そうと思って失敗した。別に敵を倒してメリットのあるゲームじゃないから、もう無視していっていいね。よしよし、敵の弾は貫通するけどこっちの弾は貫通しないらしい。なあ、ゴリ押しは通じないと言っても、でもそれあのペースで弾撃たれるときついな。ちょっと鍵の方行こうか、下の扉の方に行こう。あっちに行けばもっと強力な何かが手に入るかもしれない。そもそも今の武器じゃ歯が立たないのかもしれない。その女の子の方はダメージ食らっても大丈夫なの？よくわかんないな。さあキーを持ってきたよ。あ、開かない。じゃあキーが足りないってことか。結局まあやっぱなんか猫っぽいやつ倒さないといけないってことか。なんかコツでもあるのかな。だ。ついてくる？あ、ついてこない。だから、もう単独行動になったと思ったら、こう連れてこないといけないんだ。あ、タイマー入れてなかった。まあいいや。あ、しまった。回復アイテムくんないかな。弾避けられない、弾避けられない。あ、無視するっていう手もある。なるほどね。倒せない敵がノー。ほうきは絵のところを倒せってか、絵のところをやれってか。どっから、こっからか。あ、ちょっと一個下の部屋から。あ、やっぱ棒の方を狙えば。あれ、
この辺なんかあるよ。この辺なんかあるよ。誰？あーれー、ミニーがさらわれました。何ですか？そんなんあんの？いけ。どうしよう。いいのかな。メリットもデメリットもどっちも分かんない。あーすそうか、宝箱はそのこっちにいいアイテムだけあるとは限らないってことか。意地悪なゲームだね。こうあれ、出会った人が誰でも自分に優しくしてくれると思ったら大間違いだよみたいなことか。絶対違うと思う絶対そんなゲームじゃないと思う。なんだろうね、これね。まあ、判定あるけど。やっぱりね。判定があるだけか。あ、しまった。シャンデリアに当てられはするけど、壊せはしないっていう。不思議。あ、あの砲撃は結局どこ狙えばよかったんだろう。あ、そういえば残機なくなっても、あの、ミニが復活しないね。あ、ボスっぽい。残機ゼロなんですけど。あー無理。やっぱり敵の弾だけこっちを貫通しやがる。なんで不平等な。縄跳びゲームなあ。ちょっとあと1機欲しいな。くそー。まあでもハドソンのね、このゲームアクションゲームだけあってやっぱドラえもんの感じがすごいもうちょっとやってみたくなる感じですね。はい、というまあ今日はでもこんなところでしょう。はい、というわけで本日お送りしてきたのはミッキーマウス、不思議の国の大冒険というゲームでした。はい、この続きが気になる方はあの君の目確かめてみるんだ。で、この最初に言った通り、この動画がもしなくなった場合は結番としてですね、はい、お察しください。お疲れ様でした。さよなら。チャンネルがなくなった時はごめん